やばしさ、割と寝起きなんだよね。割と寝起きのテンションでこれきつい。飛脚のノエル。おっと、これはバローズとジーノさん。お疲れ様です。中へどうぞ。てん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 ラプラス市長、まあ、この人が、まあ、あのラプラス市っていう都市の市長さん、ラッセル・バローズ、まあ、ノエル・チェルクエッティっていう女の子が恨みを持ってる相手。私はここで見張りでもしてるわ。あの子は私の趣味じゃないし。この人が、ラプラス警察の管理官、ジーノ・ロレンツィさん。これ年齢不詳なんだけど、多分おそらく46歳。なんで俺46歳って言ったんやろね、分からんけど、うん、好きにしろ。市長がお見えです。いやー、どうもどうも、ラッセルさん、すみませんね、こんなとこまでご足労いただいて。でもご安心ください、ここいら一帯もこのバーも全部うちらビアンコのしますから。マフィアのビアンコってまだ残党いたんだ。あんたの顔が割れることはない、そこは保証しますよ。あ、それともラッセルさんって普段からこういう店で遊んでる感じですか。新生ビアンコ幹部、アンセルモ・アンブローチオ、めちゃくちゃ長い名前。新生ビアンコっていうことはあれなんだ、新しく組織ができたんだ。ビアンコっていうマフィアの。おい、何ぼさっとしてんだ、早くラッセルさんにドンペリニョンの一本でもお出ししろ。まぬけ。いい、お前と酒を飲みに来たわけじゃない。あ、ですよね。言い訳くらいは聞こうか。先日の大赤牢での戦い、ロストの残党ごときに何をてこずってた。新生ビアンコファミリー、お前はもう少し動けると思ってたんだかな。やだな、そんな顔、怖い顔しないでくださいよ。すみませんね、俺の部下が思った以上に役に立たなかったみたいで。なんかこれホストクラブなんかな、ここホストクラブっぽいよね。あれでもナイフの扱いやら女の落とし方まで俺がみっちりしごいてやったつもりなんですけどね。まあロスト崩れの中には懐かしい顔もいたしな、俺が止めなかったらヘビにもう 7,8 人持ってかれてただろうな。てん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 。いや、俺はもちろん活躍したんすよ。ロスを気取るチンピラ数えただけで10人はやったかな。ちょっと待って、こんなやついたっけ。前回のプレイの時、ビアンコっていう、マフィアグループの残党の人たち と、ロッソっていうマフィアグループの残党の人たちと戦ったんだけど、こんなさ、黄緑色の髪の毛のやつなんかいなかったよね。あげくヘビとその部下みたいな若いチンピラ2人を同時に相手にしてきっちり追っ払ってますからね。で、お前もお前の部下ものこのこと手ぶらで帰ってきたわけだ。いやー、すいません、被害を最小限に抑えるのが第一かなと思ってますか。それに安心してください、ラッセルさん、俺の組は2回目の接触が本番なんすよ。あー、1回目は様子見、2回目は本腰入れんだ。怖っ。1回目の接触は様子見と、敵の情報収集も兼ねてるんす。だからそんなに焦んなくても次は華麗に。うわ、何、パエじゃねえわ。ガチで頭打ち抜いてんじゃん。何言ってる。次などない。相手を殺すかお前が死ぬかの一度きりだ。お前らもこうなりたくなければ真面目にやれ。アンセルモの組は解体し他の組に統合する以上だ。怖っ。市長さんってこんな怖いの。だから言ったじゃない、あの子殺人技術だけは確かだけど遊び癖があるって。お前が言えたことか。カロンを手放して帰ってきたのはお前も同じだ。あら、私も処分しちゃう。
お前との付き合いは長い。一度くらいは多めに見てやるさ。だが役に立たなかったと感じればそれまでだ。お互い昔からずっとそうしてきただろう。そうね。他人を使ってばかりいるからうまくいかないのよ。勝負とは常に己と向き合う孤独なもの。真の強者は自分の腕しか信じない。そういうタイプには見えんけどな。さあここは、ここはあれだ、フーゴドレッセル。ここの真ん中にいる、フーゴドレッセル、ミスターボマーって言われてた、前回ちょっと仲間になったノエルちゃんの仲間になったところのアジトだよね。ちょっとフーゴ、この溶鉄どうにかなりませんの？あ、なんだよいきなり。熱いですわよ。それに危ないし、もし落ちたらどう責任取ってくれますの？うるせえな。俺はなんか燃えてた方が落ち着くんだよ。まったくもう。しかしカロン奪還からもう1週間か。傷を癒したらあっという間だったな。いつまでも休んではいられませんわ。そろそろ次の作戦を考える必要がありますわ。作戦つってもね、町一つと戦うのにまず何から始めればいいのやら。こいつら頭悪いからな。そうだ、あいつらにも話を聞いてみたらどうだ。パイソンたちやあなたの手下の方々のことですの？そうだよ。なんつってもいろんなやつがいるからな。思いもしない妙案のヒントが転がっているかもしれないぜ。それにカラもその辺にいるだろう。あいつにこそ頭脳労働させろ。そうですわね。本人もすっかり回復して暇そうにしてましたし。わかりましたわ。少しいろんな方に話を してみますわ。おー、なるほど。今から情報収集っていうか次の作戦的なのを練るんだね。シーズン6ミリオンガンブルで合っとるんかな。合っとるか合ってないかわからん。さあ話しかけてみようか。ビアンコの連中と戦って怪我したやつも多い。しばらく大人数は動かせないな。なるほど。で次、なんだ、品切れじゃないか。パイソンに行って補充してもらわないとな。あのパイソンさんって自販機の補充してくれる人な？コカコーラの人？パイソンってコカコーラの人やったんや。もう次からコカコーラの人って呼ぼうかな。あ、いた、陰鬱なやつ。作戦ね。そういうのいつもはボバーとパイソンが担当なんだけど、具体例を出せとは言いませんわ。何かヒントが欲しいんですの。そうだな、例えば何かこう変装して敵の陣地に忍び込むとか。よくわかんないや。とにかく僕は誰かに毒ガスを吹きつけられればそれでいいかな。趣味悪いな。毒ガス吹きつけられればいいってそんな趣味持っとん？ちょうどヤバいやつが手に入ってさ、吸ったら2秒で失神するやつなんだけど、これがさ。試すな、自分で試すな毒ガス。その話はまたゆっくり聞かせてもらいますわ。長そうですし。なんで今音楽変化したんやろう。さあこれ進んでみようか。はい。でこっち、あ、コカコーラの人だ。この音楽流れんといけんの？で、ね、作戦聞くのにいちいちこの何ミュージックチェンジみたいなのせんないけんのかな。何のため？次の作戦。そうだね。なんといっても敵は強大だ。いきなり首を取るのではなく周りから崩すのが何定石だね。なるほど、周りから少しずつ敵を削って弱らせて疲れさせて、隙を見せたところで一気飲みするのさ。なんなら警備員を一人ずつ盗撮して、名前住所を割り出して嫌がらせでもしてみるかね。案外嫌になってバローズ市長の警備を引き受けなくなるかもしれないぞ。あー、なるほどね。警備自体を参考にさせていただきますけど、なんというか何陰湿ですわね。いやミュージックチェンジいらんよな。で、おい、あの悪魔近づいても大丈夫なんだよな。いやもう怖がられてる。カロン、こんなところでそんなさ腕組んでいるからだよなあカロン。
もう敵対してますって合図してんじゃん。もう、もう半径1メートル以内入らないでくれるみたいな雰囲気出さないで。あんなところに立たれたら怖くて通れねえよ。あ、通せんぼしちゃってんのね。何？かつては攻め込んだ場所が今や隠れ家とは妙なこともあるものだな。私たちが前に進んでる証ですわ。ふん、言うようになったものだ。それよりカロン、あなた体は大丈夫ですの？牢屋で痛めつけられたりとかしませんこと？してませんこと？お前に心配されるようではおしまいだな。この通りなんともない。だがいくらオスカーとの戦いで消耗していたとはいえ、敵に捕らえられていたことは大悪魔としての汚点だ。この借りはいつか必ず返さなければならない。あ、行くね。いや、だからなんでミュージックチェンジするんかな。いるそれ。作戦？お前、私に作戦とか聞いちゃうわけ？バカ分かってねえな。どういうことですの？どっからどう見ても私は頭使うタイプじゃねえだろ。目の前の敵を殴り倒す、そんだけ。分かっとけ、あんまり面倒かけさせんなよ、俺。バカはどっちだとは言わないでおきましょう。見りゃわかるだろう。物資搬入中だ。今なら手伝え、ないよな、その腕じゃ。悪い悪い。うん、そうなんだよな。ノエル・チェルクエッティは両手足もがれて、一応義足の足で、左手だけ悪魔の力で戻してもらった。だけど右手ないからね、運べるわけないよね。じゃあこれ以上は先に進めない。じゃあ戻るしかないんかな、これ。戻りましょう。カロン。いや、そんなとこで立ってたらね、隣の人が通れんのね、かわいそうだから通してあげて、カロン。まあいいや。で、ここで一通り話を聞いたから、ミスターボマーに話を聞こう。だからなんでいちいち音楽変わるの。いいって、そういう演出。バロス市長側にいたことがあるあなたなら、市長の警備体制とかに詳しいんじゃなくて？まあ、ある程度はな。あいつも公務中、プライベート中も、とにかくいつでも、影にボディーカードをつけてんだ。それでもあなたのような魔人やカロのような大悪魔がいきなり不意打ちしてきたら、さすがに対応できないのでは？どうだかな。ボディーガードの人数もどこからバローズを見張ってんのかもわかんねえし、だいたい金で魔人を雇ってるくらいだ。魔人がいきなり暴れ出した時のことくらい想定してんだろ。え、魔人？あ、そっか、魔人はもともと人だから金で動くのか。悪魔はお金で動かないけど、魔人はお金で動くのね。こっちの戦力が増えたところでそんな簡単にはいかねえよ。あまり甘く見ない方がいいぜ。めめ楽天カードマン。はい、なんでもないです。だいたい全員に話聞き終わったかしら。うん、とりあえず一度集まってみましょう。お、集まる。どうだ、何か思いついたか？うん、なんとも。やはり私がいないと作戦立案がうまく進まないようだな。なんだよ、いきなり生き生きし始めやがって。ラッセルの戦力を最も面倒な点、何かわかるか？面倒な点？それはやっぱあの警備員どもだろう。一体一体はどうにかなっても数が多くてめんどくせえ。大赤牢でも危うくマフィアに囲まれて蜂の巣にされかけたしな。いい着眼点だ。あ？警察、マフィア、雇った警備員、ラッセルは抱える無数の警備戦力、あれをどうにかしない限りいつか数で押し負けるならば、まずそれをどうにかするのが一番いい。どうするの？かつての私とノエルの二人だけではどうにもならなかったが、今これだけの戦力が揃っていればそれは決して不可能ではない。どういうことがわかるかな？
めんどくせえな、案があるならさっさと言えよ鳥野郎。めっちゃキレてる。トードちゃんめっちゃキレてる。鳥ではない、悪魔だ。根元、ラッセルの資金源を攻撃するんだよ。あー、なるほど。なんか金庫を襲うとか、なんかラッセルバローズが預けてる銀行を襲う、それとも通帳のカード盗んで取っちゃう、奪っちゃう、そんな感じ。金が入ってくるからいくらでも警備を、雇えるんだ。だから資金源を潰して警備を雇いにくくする。資金源、またアクエリアスのような師匠とつながった会社を。これまでならそうしていた。だが今ならもっと派手なことができる。何？ラプラスのカジノを落とすんだ。あー、なるほど。ラプラス市にカジノあったんだ。まあまあやるよね。まあ海外のさ、町とかだったらカジノが収入源になったりとかするってとこ多いもんな。あー、そこ狙うカロン、すげえな、頭いいな。やっぱカジノだと？ラッセルが手にする金の多くは黒い金だ。そういう金はそのまま使うと非合法なものだとバレてしまう。そうなの？紙幣というものは一枚一枚出所をしっかり管理されているものなんだよ。ほえ。だから渡すにしろ受け取るにしろ金をきれいに洗う場所が必要なんだ。それがラプラス唯一のカジノ、ミスティーだ。ミステリアスな名前やね。だからミスティーなんやろうね。うん。ラッセルは多くの金をミスティーで洗っている。また多くの金をミスティーを通じて受け取っている。ミスティはマネーロンダリングの、温床なのだ。そこを潰すことは当然、奴の財布に大きなダメージを与えることになるだろうな。なんだか本格的な作戦ですわね。今までも結構本格的な作戦してきたよ、ノエルちゃん。確かに私とカロンだけでカジノを相手にするのは難しそうですけど、集団なら心強いですわ。なるほどな。金を立てば警備も雇い放題じゃなくなるし、他にもいろいろと有利になりそうじゃねえか。気に入ったぜカーロン。カジノをぶっ潰してバローズにおいつら書かせてやろうぜ。作戦の詳細はこれから考えるとして、方向性に意義はないよ。カジノなんて初めてだよ。なんだかお金持ちになった気分だね。こいつバカだ。これスラックバカだ。今から襲いに行くんだ。今から襲いに行くから別にお金持ちになってないんだよ。まだ貧乏だよ。ちょっと緊張してきたぞ。まあいざとなったら大暴れすりゃなんとかなるかな。ならば決定だ。具体的な攻め方については私が立案しておこう。そうだな、バイソン、お前には後で必要な物資の調達について相談する。了解した。拳銃から、靴用クリームまで何でも調達しよう。なんでそこ靴用クリームいる？靴磨き誰もせんと思うけど。いる？多分自分の趣味やね、それ。嗜好品集めてます。それと各自、速やかに服のサイズを提出するように。ん？何何何何？制服でも作るの？今から制服作るんですか？あ、何？あれかな？コードギアスでいう黒の騎士団みたいな、なんかそういうなんか制服作っちゃって黒の騎士団結成みたいな感じでやっちゃう。我に従え、やっちゃう。あ、確かに見た目コードギアスだもんね。は？服のサイズ？なんでだよ。ふ、時期にわかるさ。いや、みんなハテナマーク、そりゃそうだ。どこ？ああ、やめやめ、これ以上かけても無駄ね。降りるわ。あんた、ちょっと負け始めるですぐそれだ。きっと勝ちに食らいつきな。木の VIP ルームで派手に負けた男前は1ゲームに外車1台分かけてたよ。見習うといい。その人がかけた金額を元に例えるのやめなさいよ、悪趣味よ。私はね、何より負けるのが嫌いなの。たとえゲームであってもね。負けないことこそ勝つということ。負ける勝負は避ける。ああ、この G の何気に頭いいな。何も信じないあんたらしいと言うべきか、 G の。何も信じない あなたも同じでしょ、マダム。まあ、違いないわね。嬉しいわ。
なかなか理解されないのよね。あらゆる集団に勝るのは最強の個人だって。他人なんかいつ失敗するか分かったもんじゃないわ。本当に信じられるのは自分と自分の手の届く範囲だけ。それを理解してるマダムにだけは安心して仕事を任せられるわ。信じられるのは自分だけって今自分で言ったろ。矛盾してるよ。あら確かにちょっと言葉遊びをしてみただけさ。そんな真剣に考え込まなくていいだろう。さあそろそろ時間だ。今夜もまた私のカジノで人の人生が動く様を見せてもらおうかね。いやすごいんだけど、すごいすごいすごい気になったこと言っていい？いやこの人多分おそらく見た感じおばあちゃんなんだけど、胸の張りすごくない？おばあちゃんにしては胸垂れてね。この胸の張りがすげえ。カジノミスティ、こんな遠目から見れるんやパリピだな。すっげえこのスロットやりてー。なにバカラルーレット、なになに、なんかよくわかんない。広いな、思ったより広いな。ミスティすっげー。各員通信は聞こえているな。これより改めて作戦を説明する。え、作戦説明今からなんだ。聞きながらカジノに入れ。今回我々が望むのはカジノミスティ、実質的なバローズの財布だ、あ、これあれなんだ、今ここで通信しているっていう演出なんで、ね、なーにくいことすんね。ははは、ここを陥落させて奴の資金源を断つ。だがもちろん、金庫破りをするわけじゃない。カジノの金庫を正面突破は現実的にほぼ不可能。よってこちらからではなくミスティ側、自ら金庫を開けてもらう。これは裏から金庫を攻略する作戦ではない。あらゆる手を使って正面からギャンブルで勝利する作戦。え？え、待って、ギャンブルすんの？今からギャンブルすんだ。いいタキシードが手に入ってよかった。あーなるほど、あの身なりから整えろってことで、あれなんだ、服のサイズ聞いてたんだね。そういうことか。パイソン、まあこいつはちょっとカジノ向きなやつだと思う。たとえ作戦のためとはいえ、清掃は清掃、妥協するのは私の主義に反するからね。スラックはもちろん東堂もきっと普段着られない服を着られて喜んでいるはずだ。入ってった。ノエル、フーゴー、ファイソン、東堂、スラック、以上5名は正面から客としてミスティに入場しろ。時間をずらし、個別にだ、集団は怪しまれる。内部でもなるべく他人のふりをしろ。全員の入場が終わり次第私は裏口から侵入、モニタールームの、情報を抜き取る。そうすればカジノ内の、監視カメラは私の目も同然になるわけだ。なるほど、すげえ作戦。ドレスコードだっけ、清掃じゃなきゃ中に入れないなんて。陰鬱な変人スラック、これ17歳なんこいつ大丈夫17歳がカジノに入って大丈夫かな。まあいいか、パイソンが買ってきた東堂に比べれば僕用のスーツはマシだね。なんていうか、ご愁傷様ププ以後私が全て客スタッフディーラーの動きをフロアの全状況を監視しつつお前たちに指示を出す。そうやってスタッフと監視カメラの隙をつきイカ様を仕組み、ゲームに勝ってチップを稼げ。場合によってはイカ様を仕組むためにバックヤードに何人か送り込む必要があるかもしれない。いずれにせよ全ての指示は私が行う。とにかくお前たちは指示があるまで一般客として振る舞え。いやもうなんかコードギアスの反逆のルルーシュ、でもあのママジルルーシュじゃん。ふざけんなよパイソン、何がこの時ぐらいの年頃の女子らしくした前だ。さあ切り込み隊長東堂、あ、なんか可愛い格好になってんね。
でも思ったよりペチャパイだなお前。本当はこういうの着たいんだろ、分かってるぞみたいな顔でこんなめめしいドレス押し付けやがって。我慢ならねえ、この作戦が終わったら一発ぶん殴る、覚えてろよこれ。目標金額は100万チップだ。この軍資金を元手に最終的にはVIPルームで勝負する。ああなるほど、VIPルームで勝負する。え、カジノで戦うっていう展開は考えてなかったな。すげえな、やっぱただ戦うだけじゃなくてこうやってちょっとゲーム要素を入れてくれるの、このゲームすごいな。フリーゲームなんだよこれが。これ作ったかなおって人だっけ、かなおさん、すごいよね本当。ミスティのVIPルームでは支配人自ら、凄腕のディーラーとして、金庫を守っていると聞くが、それくらいしなければカジノを潰すほどの金を吐き出せることはできないからな。何、大丈夫だ、これはギャンブルであってギャンブルではない、必ず勝てる時だけ勝負する、ただのギャンブルごっこさ。あー出た出た、ち首元が落ち着かねえな。似合うなお前スーツ似合う、かっこいいよ。フーゴトレッセル21歳独身、かっこいい、やけどしてるけどかっこいいよ。でもまあこういう作戦もたまにはありか、イカ様がバレない限り向こうも俺たち一般客に手出すわけにはいかねえ、楽な仕事だ。たっぷり稼いで新しいマスクでも買わせてもらうぜ。そうだね、新しいマスク買って酸素ボンベつけて、一応ね設定上ではこのフーゴドレッセルは右目がちょっと見えんのかな、右目が見えにくいっていうのと呼吸器がちょっとやられてて呼吸がしづらいんだよ。なお最後に念を押しておくが、この通信は、小型、骨伝導イヤホンを通して伝達している。なんなんそれ、メタルギアソリッドですやん。なんかいろんな要素オマージュとして入れてくるからいいねこういうとこ。骨伝導イヤホン見た目では通信機器をつけていることはバレないだろうが、耳を気にしすぎたりうっかり私に返答したりすれば即怪しまれるぞ。こちらからお前たちに何か返答を求めるときは必ずイエスかノーで答えられるよう語りかける。イエスなら顎を手に当て、ノーなら頭をかけ、監視カメラから拾って確認する。なるほど、かっこいいかっこいい、何その合図。そうだな、ちょうどいい、ノエル。ん？名指しされましたわ。反応しちゃダメってさっき言われたばっかよ。うわ、ノエル・ジェルグエッティ、いやもう15歳でさ、カジノ入っていいの？うわー、赤いドレス似合うな、赤い目だし。え？ノエルって赤い目だったっけ？カラコンつけてる？今私はお前の姿が見える位置にいる。本番の前に少し練習といこうか。内部では私の質問に対してイエスなら顎に手を、ノーなら頭をかけ。わかったか？イエスなら顎に手を当てる。上出来だ。内部でもその調子でさりげなく応答しろ。よし、ではお前も入場しろ。もしも身分証の提示を求められたら用意した偽の身分証を使ってうまくやり過ごせよ。いやそんなもんまで作ってんの用意周到だなカロン。健闘を祈る。すっげえ、ここがマローズ市長の財布になるを担うカジノ、やってやりますわ。はい、ここどこ。よし、全員が無事入場できたようだな。では私も動くことにしよう。私がモニタールームの情報を抜き取らない限り作戦は始まらない。今の独り言かな、今の独り言、一人で廊下で喋ってたら変な人だよ、大丈夫、入れない。スタッフの出入り口は、ロック付きか。誰かが出入りするのは持ってもいいが、スタッフと鉢合わせて騒ぎになっても困る。もっとこっそり侵入できそうな場所。
侵入できそうな場所どこだろう。この程度のフェンスなら簡単に壊しそうだな。うん、壊しちゃった。バレない？大丈夫？ここら辺は調べられるところ。ゴミ箱は？ん？何？はい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 、分かったぞ。その辺のコンテナを動かして足場を作れば、あとは鎖を使って屋上まで行けそうだな。屋上か。ひょっとしたら、排気口か何かから侵入できるかもしれない。なる？なるほど。ゴミ箱は調べられない。コンテナを動かす、これかな。これだね、多分これだね。え、こうじゃない？当たり。うむ、これなら登れるな。先に進むとしよう。はいはいはい。で次がこうね。はい、登る。はい、登る。はい、でここか。傷薬を手に入れた。これはなんだ。これか、やはりな。この排気口から中に入れそうだ。行こう。おお、忍び込む。出た。ここはメインホールの前、真上か。この喧騒なら多少派手なことしても誰も気づかないだろう。この、シャンデリアを足場にして、向こうまで飛んでいくとしよう。そんなことできる？はいはいはい。え、すごいね。はい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 。あ、遊びたくなる。何やってんだこいつ。遊びたくなっちゃったわ、うん、はい次。ふう、ようやくバックヤードに来たか。ここまで来れば山場は越えたな。あとはモニタールームを探すだけ。特に調べられるところはない。あ、ケビンいる。どうすんだ。おっと、ケビンがいるな。どうやらモニタールームが近いようだ。さて、奴をどう処理する。やっぱりド派手に倒す。ここは当たり前じゃん。静かに倒そう。そうだな、裏で騒ぎが起きたらノエルたちも動きにくくなってしまうだろう。今回の作戦は私が裏からサポートしつつ、ノエルたちが客としてギャンブルで勝つ作戦だ。ここは、隠密に気づかれる前に片付けよう。カロンがスタンスシャドウを覚えた。スタンスシャドウを装備していればこちらに気づいてない敵の近くに必ずバックアタックできる。その際、なんと敵がこちらを背を向けていなくても問題ない。カロンなら一瞬で距離を詰め背後を回ってみせる。カロンが敵の背後に回ったら焦らず、画面に表示されるタッチアイコンをタップ&クリックしてバックアタック。なるほど。スタンスシャドウ、これか。じゃあゆっくり、目の前の敵に不意をつく。不意打ちしようか。じゃあダッチバックアタック、そういうこと。なるほどな、なるほどな。ここがモニタールームのようだが、もう一人いんね。念のためこのフロアの警備には全員眠ってもらおうか。やっとく？やっとく？やっちゃう？この辺でいけるんじゃない？不意打ちしよう。せーの、ダッチバックアタック、オッケー。次こっち大丈夫？これ進んで大丈夫？目の前の敵を不意打ちする。あなたからタッチね。うん。で、こんなものか。
ここまで侵入させることは想定していないのか。どいつもこいつも大したことはなかったな。さあ改めてモニタールームの情報を抜き出させてもらうことにしよう。さすがはカジノといったところか。一体どれだけの監視カメラが動いてるのやら。だがメインホールの監視に注意が行き過ぎて背後のこちらに気づく様子はない。この程度の人数ならこいつを使うために音を荒げる必要もなさそうだ。じゃあどうすんだ。カジノの内部には無数の監視カメラが仕掛けられているはず。これを逆に利用して私の目と死体、何かカメラの映像を盗み見る手はないのか。そうは言ってもカメラは10台や20台じゃないぞ。盗み見られたところで把握しきれないだろう。ふん、侮ってもらっては困る。100や200の状況を同時に処理するくらい私にとって造作もないこと。そんなに頭ええんカロンってすごくない。千手観音超えてます。あ、聖徳太子じゃ。ごめん千手観音じゃねえわ。聖徳太子だわ。まして私は、契約を重んじる知恵の大悪魔、人間の観察は得意分野と言ってもいい。分かったよ。大悪魔がそういうのだからそうなのだろう。監視カメラの映像はモニタールームで管理しているはずだ。ならばそこのコンピューターをハックすればいい。大丈夫さ。コンピューターのこの字もわからないものでも道具さえあれば簡単にハッキングできる。私が用意する USB メモリーを、モニタールームのコンピューターに挿すだけ、それで映像へのアクセスを盗めるようにしよう。なるほど、わかった。その作戦に必要な道具を用意してくれ。すげえ、もっと頭いいやつがいる。 Python っていう USB メモリーをこの、部屋のコンピューターに挿す。それだけか。それで監視カメラの映像を盗み取り、Python から預かったノートパソコンで監視する。ふむ、こんなプラスチックのかけらを刺すだけでそんなにうまくいくものなのか。どこに刺すんだろう。まあいい、考えたところで私には仕組みはわからん。聞き取られないように、これを近くのコンピューターに刺すぞ。これかな。これでよし。あとは人気のない、物陰に移動して映像を盗み見るだけだ。ねえ、なんでお前らそんな棒立ちなん。見てるのはわかるけど、そんな気をつけする。みんながみんな気づかれる気配はない。ここまでは順調だな。改めて作戦を始めるとしよう。カジノに仕組まれたトリックの一つや二つ破ってみせようではないか。さあここから外に出てどこに隠れるんだろう。さあエントランスに着いた。なんかイベントって書いてある人がいる。なんだ。カロン、まだかしら。そろそろ通信があってもおかしくない頃合いですけど。各員聞こえてるな。こちらの準備は整った。現在全ての監視カメラの映像をチェックできる状態だ。ウゴ、ネクタイを緩めようとするな。この場で変に、何気崩してると目立つ。ち、うるせえカラスだな。だが確かにカメラの映像が見えてるらしい。でもただ気崩してるっていうかそれはね、ジャケットの持ち方が、ジャケットの持ち方がルパン三世か、なんていうかな、なんか昔のさ、映画だったじゃん、トラさんか。トラさんみたいに見える。もう一度作戦を確認するぞ。お前たちの目的は客としてギャンブルをし、100万チップを稼いでビップルームに行くこと。スロットで地味に様子を見てもいいし、ルーレットで勝負を仕掛けるのでもいいだろう。ある程度は好きに動いていいが、こちらから指示があった場合は言う通りにしろ。あくまで私たちはイカ様を確実に大儲けするためにここにいる。羽目を外しすぎて軍資金を使い果たすな。では私はイカ様を仕組みやすそうなゲームを探す。またこちらから声をかけよう。好き
気に動いていいと言われても、こういう場所は初めてだからよく分かりませんわ。まあいいですわ、カロンの指示があるまでほどほどに遊んでみましょう。なるほど。ノエルたちは各行動を、各行動し、ゲームその他さまざまな手を使ってチップを集める必要がある。カジノ内にいる、仲間に声をかければバトンタッチして操作キャラを変えることもできる。うまく活用しよう。中には特定のキャラでしか発生しないイベントも隠されているかもしれない。何のイベントがあるんだろう。ふひ、さっき見かけたピンクのドレスの色黒の女の子どこかな。あー気になってんだ。あいつ遅いな。女神村の前で合流してちゃんと言ってたのに忘れてるのかしら。ん？イベント、チップをすられたという被害報告が出ているが、監視カメラには不審なものは映っていない。本当なのか嘘なのか我々には判断する術がないよ。じゃあとりあえず左から行こうか。左から、ワルーレットだ。うわーなんかやべえ人いる。話しかける。 VIP ルームでは最低でも1万チップかけないと遊ぶことができないらしいね。1万チップなんて、毎年真面目に働けば稼げるが、すごい世界でもあるものだね。なんでお前来たじゃん。まあ、全部見えてるって言ってたね。このイベント、いや勝った勝った、今日は大勝ちだ。やはりわしは何事においても勝てる男だな。おや可愛いお嬢さん、今日は気分がいい、わしの武勇伝を聞かせてあげようか。あ聞く、聞いてあげよう。 そんな自信満々ということはよほどすごい人なのかしら。そうだろうそうだろう、聞きたいだろう。わしほどに勝てる男がどこ、どうやってここまで勝てるようになったか。そう、あれは30年ほど前。あ、結構長めの話かもしれない。まだわしが若そうだった頃のことだったが、ペラ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 、その時のわしの判断こそがまさに会社全体の運命を、ペラ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 、ああして頭を下げたことで、あの境地をペラ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 、人とのつながりこそが、だからこそペラ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 、何回言うん、もうええよ。てん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 、というわけだ。なんで最後黙ったん。つい長々と話してしまったわい、ごめんね。俺も聞いたのが間違いだったわ。どうだ、わしの話はためになっただろう。お嬢さん、もう見習ってくれません。見習ってくれて構わんよ。ほれ、お嬢さんも押すわけだ。わしは勝てる男だからな。おお、3000チップ、聞いててよかった、クモン式。お金までもらってましたわ。疲れ、いえ、とてもためになるお話でしたわ。どうだ、そろそろカジノの空気に慣れてきたんじゃないか。ところで100万チップ集めるまであくまで前座だ。すぐに貯められそうか。すぐには貯められなさそうだね。だろうな。カジノを落とす上では100万チップは前座だが、本来100万チップといえば大金だ。だからこそこちらでも今効率よく手っ取り早く稼げる方法を絞っている。あと少し条件が揃えば、手持ちのチップを一気に増やす準備が整うんだが、とりあえず、2万8000チップまで自力で稼いでくれ。そこから100万チップまでは考えがあるからな。2万8000チップ、結構道のり長いな。チップを稼ぐ上でのアドバイスは必要か。必要必要。そうだな、まずスロットの当たり台を狙い撃つのは基本だ。当たり台の位置は、定期的に変わるから、その際こちらから連絡を入れる。耳を傾けろ。あとは周囲の人物にも気を向けるべきだな。気が大きくなっている客からおこぼれがもらえるかもしれない。もし自分一人では解決できそうなトラブルが起きたら、仲間に声をかけてバトンタッチしろ。5人もいれば誰かがどうにかできるだろう。みんな逆さばカジノのどこかにいるはずだ。他にも特定の人物でしか発生しない出来事や事件などに出くわすことも多いだろう。ああなるほどね。とにかく仲間とバトンタッチは重要な行動だ。 あまり独創せず、定期的にバトンタッチをしろ。そんなところか。もしまたアドバイスが聞きたくなったら、エントランスの一番右の ATM の前に立て。いいな。小目標は2万8000チップだ。では健闘を祈る。
結構道のり長そうだけどな。あちこち歩き回るのも疲れちゃったな。そうだ、そこのあなた、私とちょっとしたギャンブルしてみない？何すんの？あなたの 500チップを私が手に握ってシャッフルするから、それが右か左か当てるだけ。あー、簡単そうだね。私が勝ったらそのまま500、あなたが勝ったら1000チップ。あー、乗った、乗るわ。見えん、全然見えんかった今。多分左手。何それ。ちょ、もう一回やろうや。もう一回やろう。さっき右でやったから左で。うわバカが。もう一度乗った。もう一回やってやんよ。おう、やってやれやってやれ。このまま2万8000までやってやれよ。ほんと、はい。さっき左手だったから次右手。なんでや。いや、俺はね勝負師だから、負けたまんまで終われるかよ。なあ、負けたまんまで絶対終わんねえかんな。乗ってやる乗ってやる。おう、ここはまず右手。はい、乗った。次右、左手と見せかけて右手。はい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 。2000チップ。ここで勝ったらお前ひれ伏すだろ。なあ、ここでひれ伏させてやるからな。もう終わりか。いた。このドレスジロジロ見られているような気がしてギャンブルに集中できねえぞ。こら、ちょっと交代してみようか。カノンの言う通りにすればいいんだろう。見てろって、10分でこのカジノ潰してやんよ。え、それダメ、それ潰しちゃダメなんよ。で、交代してさっき下の方にさ、確かさ、トートちゃんを探してる人いなかった？この人だ。あの、これどうぞ。うわ、2000チップラッキー。あ、なんで黙っていっちまった。なんだよ、不気味な金だな。カジノでカツアゲはやめろ。私は何もしてねえよ。そうだよな、ただくれただけだもんな。まあ普段の行動が悪い、トードちゃんの、もしまたあいつを見かけたら問いただしてみっか。でもさ、なんかスロット台の音を聞き分けろって言ってたから、これ多分あれなんじゃない？ノエルの方がいいんじゃない？耳いいし。そうだな、出来心の G で。で、左から3番目、これ適当。ハイレート対1、ワンライン10チップベッド、1回30ベッドなんね。惜しい。スピン、揃ってないんだ。うんだよそれ。はい、なんか揃えや。全然揃わなそう。やった、50枚だ。あ、ここら辺でやめとこうか。早速いい情報が入ったから報告しよう。お、何？このカジノのスロットマシンだが、さっきからカメラが怪しい動きをしている。おそらく定期的に変化する当たり台を監視しているということなんだな。このカメラの動きを追っていれば、こちらで当たり台と外れ台の特定ができそうだ。監視が手厚いのか客寄せ用の当たり台、監視が薄いのが、確率操作された外れ台というわけだ。スロット程度では大した金額を集められないだろうが、少ないリスクで地道に稼ぐには悪くない。スロットで稼ぐつもりなら参考にしてくれ。さて、では今から現在の当たり台と外れ台を言うぞ。
ノーマル台の当たり台がエリア E、エリア F、 ハイレートの当たり台がエリア E、 ハズレ台がエリア A だ。じゃあエリア E に行ったらいいんじゃない。現在の当たり台とハズレ台をもう一度確認したいときはスロットエリア正面の植木の前で咳払いをしろ。なるほど。じゃあエリア E に行ってみようか。え、なんか横向いてきたよ。このスロットは当たり台と外れ台があるという噂よ。まあ本当だとしてもそんなの見極められることないけどね。いや、エリア E にあんだよ。ハイレート、ここで勝負する。ポンポンポン、はい。おい、一発で当たり、イエーイ。20枚、少な。もう一回ドン。もう一回、はい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 、え、残念なの。え、揃ってるじゃん。え、揃ってるよ。え、にょーい、100枚かけてか。 OK、 これ当たり台なのかな。お、100枚獲得。せーの、はいはいはい、ほらほらほら、めっちゃ当たる。やばそんな当たっていいんですか。一度でいいから見てみたい。7が5個揃うとこ惜しいな。やばいやばい、めっちゃ増える。7 7 7 7、のもういいや、諦めた。どうだ、そろそろ 28,000チップ溜まった頃合いか。まあいい、こちらの作戦に必要な状況が整った。その場で聞け。たった今休憩室にディーラーらしき人物が出勤してきた。おそらくこれからフロアに入ると思われる。そこでだ、これから何名かをバックヤードに送り込んでこのディーラーを監禁、服と身分証を奪おうと思う。あとは分かるな、お前たちの誰かがディーラーに変装しフロアでイカ様を仕込むんだ。詳しくは後で説明するが、これが成功すれば一度のゲームで28000チップが100万チップに化けると。なるほど。よし、まずはパイソンだ。トイレに行くふりでもしてメインホール左端の従業員で出入り口に入れ。お前には私と一度合流してもらう、詳細は合流してから話そう。なんかあっけなく28000まで行っちゃった。え、ちょっと待って待って待って、え、ちょっと俺イベントごとみたいなのやってみたいんだけど。確か陰鬱なやつ、なんか落ち着かないな。こう周りの人がガチのお金持ちっぽいしさ。でここで交代する。で多分だけどさ、この真ん中の方にスロット台の真ん中に陰鬱なやつ探してるやついなかった。この回転率、このスイッチをの感触からしたブツブツ。君、俺と同じ一味違った雰囲気を感じるね。え、僕？そうだ、このカジノの華やかな雰囲気に合わないんだろ。そんな君にはスロットを極める道がある。人と接することのない自分とマシンの一騎打ち。ボタンを押してからどれぐらいの間隔でリールが止まるか、その際のズレなどはどの程度か、リールの絵柄の配列は時間をかけて淡々と見極めるだけだ。なんだかすごそう。少しだけコツを教えてあげよう、いいかい。何？リールに集中、ボタンの感度は追いづらく、さっきからずっとそこに座っているようだが、スロットで勝負するつもりなら一つの台で勝負しようとせず当たり台を狙うて。で、お前いつの間にそんなにチップを稼いだんだ。ふふふ、まさかスロットを見極めて目押しで勝ったのか。まあいい、その辺でやめておけ。お前を見張るカメラが増えているぞ。え、見張られてるの？怖い人が出てきたらやだな。せっかく集中してたけど移動しよう。なるほど。それにしてもスラック、
お前にそんな特技があったとはな。しかし囲碁は禁止だ。カジノという場において出過ぎた杭は潰されるぞ。座っていたのがノーマル台だったからよかったものの、パイレート台で同じことをしていたらやばかったかもな。潰されるのは嫌だ。でもスロットに集中して勝ちまくる感覚嫌いじゃなかった。あ、こいつ依存症になるタイプ。依存症になっちゃうわ。うわ、5000チップすごっ。スロットの当たり台と外れ台が変化したようだ。ノーマル台の当たり台が D エリア、外れ台が E エリア、ハイレート台が E エリア、外れ台が A エリアだ。なるほど。現在の当たり台と外れ台をもう一度確認したいときはスロットエリア、正面の、植木の前で咳払いをしろ。 OK。 でこの人は遅いな。あいついつまで待ってる気だ。待ち合わせは、女神像の前って言われたはずなんだけど、ここのことじゃないのでは。女神像ってここだけじゃないのか。初めて来たからよく分からなかったな。教えてくれてありがとうな。でさっきの人、さっきの人と話すんだ。この人ね。あいつ遅いな。女神像の前でって言ったのに。あれ、あれ、さっきの人は。いい、もう当たり台外れ台はどうでもいいよ。他の女神像の前にいる、もしかして。あ、いた、こいつだ。あいつまだ来ないのかよ。うん、エントランスじゃない。そうだね。そういえばエントランスにも女神像があったような。ゲーム以外頭から抜け落ちてたよ。教えてくれてありがとな。うん、こちらこそ。うん、よし。でうんすれ違い通信。うん、 DS かな。おいおい、あいつどこ行ったんだ。ここにもいないなんて。え、向かいも見たかな。ああ、反対側の女神像のこと。いやいや、そんな近くにいればさすがに気づくでしょ。まあ暇らし、一応見に行ってみるけど。あー、やっと会えた、よかった。離れ離れになったんだね。あんたね、一人で男の勝負したいから別行動とか言い出したから、シャキッとしなさい。怒られてる。いやはや、なんというか、おかげで無事彼女と合流できたよ。なんだかだいぶお世話になった気がするし、これは俺に取っておくといいよ。うわ、2000チップ割とくれる。カジノに入るときは緊張しててさ、集合場所のこととかよく聞いてなかったみたいだ。俺他になんかあるのかな。他にイベント、誰でもいい、誰か1000チップほど貸してくれ。後で倍返しで返すから。貸してやろうか。ちょ、余裕あるから貸してやろう。うん、マジかよ、ありがとう。話がわからないんだ。多分後で返すからさ。じゃあ勝負してくるぜ。バイ。後で返してくれるんかな今のやつ。絶対返したんと思うけど。ん、こいつは。お若いの、少しこの老いぼれとゲームしてみないか。え、何してくれるん。次のルーレットの B 台で1から12、13から24、25から36のうち、どの範囲の数字が出るか2000チップで予想してあげよう。信じる。ちょっと信じてみる。ちょっと待って。 B 台ね。 B、 ルーレットの B 台な。じゃあちょっと予想してもらう。25から36。ルーレット台の次の目は25から36。信じるのならこのあとすぐにB 台にかけてみるといい。予想は予想上の上。私はこの2000チップでお酒でもいただこう。ルーレットどれ？これ？これルーレット。ダイスゲーム。ルーレットこれか。A、B、B 台これか。勝負。ルーレットの B 台の25から30いくらかけますか。じゃあおじいちゃん信じて1万ぐらいいっとく。1万ぐらいいくわ。いや待て、2万8000残しとこうか。2万8000残しとこうか。7000。全額いこうか。じゃあ全額、ちょ、全額
全額いたあれか。ちょっと一回3万かけてみていい？一回3万かけて。いけ！ルーレットを回す。いや、信じる者が救われるんだよ。はあ。ふざけんなてめえよ、おいおい、お前これクソじじい、お前この野郎なあ。なくなっちまった3万、またルーレットで稼ごう。ハイレート台が A、 ハイレート台が A、 ここね。ノーマル台、ハイレート台、ここ。いや、これで稼げるから、稼げるから。ほら当たった。ドカンといけ、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 ドカン。よし、達成。もういい。もで、でさっき言ってたのが、これだ。パイソンと交代して、私の出番というのはどれ、なんならイカ様なしで一攫千金狙ってみようか。どっかの入り口に行けって言ってたよね。どこにあるんだ、これか、これだ、これだ。はい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 。そんなとこいんの？お前そんなとこ、カロン、横カップラーメンとかあるけど、お前なんか食べてたろ、お前つまみ食いしてたろ。来たな。早速説明してもらおうか。私は何をすればいいんだ？お前には可能な限りこのノート PC から監視カメラの操作をしてもらいたい。監視カメラを操作？現在ターゲットのディーラーがいる休憩室の一つに、そこまでの廊下に二つ、この監視カメラをどうにかしないとターゲットを襲撃することができない。なるほど、そういうことなら簡単さ。ノート PC を貸してくれたまえ。なるほど、わかりづらいず。M、 休憩室の監視カメラ と、廊下の天井についているカメラは向きをいじれそうだが、廊下の植木に隠されている監視カメラ、これは固定式だ。ここからでは電源を入れるか切るしかできない。さすがに電源を落としてしまうとモニタールームもすぐに異常に気づくだろうな。てん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 。なるほど、いや問題ない。ならば電源を切らずにカメラの視界を塞げればいいのだろう。天井のカメラはここから向きを反らせるだけだから、現地に行って、横から、直接植木のカメラをいじればいい。そう相手も、休憩室の前には警備員もいるんだぞ。カメラをいじろうとすれば警備員に見つかる。警備員を倒そうとすればカメラに映る。突破方法を一つ思いついている。カメラに映っても不審がられず、警備員を視界の外まで動かせる方法がな。どうやってやるん？東堂、聞こえるか？次はお前の手番だ。重要な作戦を通達するから、例によって、聞こえていたら顎に手を当てろ。脳なら頭をかけ。脳だったら聞こえないんだから反応できないだろう。とりあえず顎に手を当てるか。よし、聞こえてるようだな。続けるぞ。お前にはこれからメインホール右端の従業員出入り口に向かってもらう。その先には休憩室がある。ターゲットのディーラーがいる部屋だ。だいたい監視カメラはこちらでどうにかするが、部屋の前の警備員1名と植木に仕掛けられた固定カメラ、この2つだけはこれから指示する手段を持ってお前自身にどうにかしてもらう。言われた通りに動けってことか。てん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 。いいか、トド、落ち着いてよく聞け。お前は今から乙女になるんだ。うん。乙女になるんだ。は？声を出すな。落ち着いて聞くんだ。お前はこれから休憩室へ向かう。ただし、道に迷った弱い少女のふりをしてだ。あー、なるほどね。なるほど、道を尋ねる女の子のふりをして監視カメラの前で警備員さん
を誘導するみたいな。あーすごいわ。そこでいかにも無知そうな、そうお花畑女のふりをして警備員を油断させて、そのままトイレの前まで案内させろ、トイレの前には監視カメラがないからそのまま殴ってボリボリボリ。なるほど。頭をかきむしって脳を訴えても無駄だ。これはノエルやスラックではできない。トイレの前では一瞬の隙をついて警備員を一撃で倒せ。武器は用意できないがお前なら可能なはず。あ、なるほどね。そしたら再び休憩室の前まで戻ってきて、植木の監視カメラをあさっての方向に向けてしまえ。あとは休憩室の中のディーラーなど、お前にとってはひとひねりだろう。なるほど。反論したくてもこの状況じゃ私からの声が届かないじゃねえか。来たねえぞカロン。まあすまないと思うが、5人の中ではこれが可能なのはお前だけだ。これが成功すれば、100万チップが稼げることは保証する。一つ頼まれてくれないか。なるほど。グググググ。どうして私がこんな目に。準備ができたら、メインホールの右端の従業員出入り口に向かってくれ。あ、追って連絡する。右の従業員出入り口、右側になんかあるんかな。右側こっちかな。ここか。はいはい。このまま進んでいいんかな。正面に植木と T 字路があるな。その植木が監視カメラが仕掛けられた植木だ。そして右に曲がると、警備員が待機する休憩室前だ。ここからの行動はすでにカジノ側に監視されているものと思え。分かってるな。お前は今から道に迷った、弱い少女だからな。顎に手を当てようか。よし、それでいい。うまく警備員を言いくるめてトイレの前まで動かせ。なるほど。パイソンもカロンも覚えてろよ。で、警備員さんに話しかける。すみません、道に迷ったんですけど。てん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 。なんだお前は。ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ。実は迷っちゃって、その道に迷っちまじゃない、迷っちゃって、いや建物が迷路みたいで困ったな。むむ、どうやってこんなところまで迷い込んだんだ。ここはバックヤードだ。そこの道を曲がってすぐに戻りなさい。うるせえ時計言ってみようか。ちょっとうるせえ時計言いたいな。あ、うるせえ時計。お手洗いを探しただけで、ごめんなさい。じゃない、お手洗いを探しただけ、探してただけなんです。そしたらいつの間に迷っちゃって。トイレ？トイレなんかフロアにもあるはずだが。まあいい、どの道従業員用のトイレならその角を。この警備員を、お手洗いの前まで動かさないとダメなんだよな。案内してください。ほら、また迷っちゃいそうだし、そのお手洗いまで案内し、案内してくれませんか。いや、でも本当にすぐそこ。急いでるんで、お手洗い。急いでるんでお手洗いってなんだ。あと私方向音痴的なあれなんで、警備員さんだけが頼りなんです。困ってるんです。いっそころで。やれやれ、仕方ないな。すぐそこだ、さっさとついてきなさい。ここでついていくんだな。よし、あんまり怪しまれてないみたいだな。でかしたぞ東堂、やればできるじゃないか。人が反応できないと思って好き勝手言いやがって。ここから先はカメラに映らない。こちらも指示ができなくなる。トイレの前まで行ったら、隙をついて一撃で倒せ。それだけだ。それまではまだ手を出すな。おとなしくついていけ。じゃあおとなしくついていく。いやもうなんかもう歩き方ガニ股ないよなこれな。じゃあついていく。はい、ほらここがトイレだ。正確には従業員用トイレだが、まあいい、さっさと済ませてフロアに戻りなさい。ありがとうございます、助かりました。それじゃあどうするの。もう戻ってもらっても大丈夫ですけど、なんでずっとこっちを見てるんですか。
なんでって、何か不審なことをしないか見張るためだよ。また迷ってバックヤードをうろうろされても困る。どうせここまで来たんだ。トイレが済んだらこのままフロアまで送ってやろう。それとも何か警備員に見られてては不都合なことでも。怪しまれてないと思いきや結構厳重だな。すんなり U ターンしてくれれば簡単に背中を狙えたんだけど、さすがに警備員一人このまま正面から素手で一撃でボコる自信はないぞ。とはいえ、監視カメラがないのはここだけらしい。どうする？あっち行っててください。見られると恥ずかしい。じっと見られてるとお手洗い入るの恥ずかしいかなって思って。いくらその辺の女のふりとはいえ、その程度恥ずかしいわけが。いや、恥ずかしがれ。逆に恥ずかしがれ。それもそうか。それは気が利かなかったな。よし、今だな。そういうもんなんだ。何？私が無神経なだけなのか？まあいい。これなら後ろから頭を一発全力でぶん投げればいける。わかった。こうね。おれ！すげえ落としたぞ。大丈夫？やったか？悪いな。ついでに私の集大を忘れろ。さて、あとは休憩室前の植木に仕掛けられたカメラを適当にいじればいいんだっけな。カノン、パイソン、高くつくぜこの一件はよ。いや、とりあえずこのトイレの人間どうにかしない？綺麗に入ったからしばらく起きないはずだ。で、これね、よく目を凝らすと歯に紛れて小型の監視カメラが休憩室の方に向いている。そっと角度を照らす。植木のカメラの角度が変わったのを確認した。うまくやったよな、東堂。でもこれ監視カメラの角度変わったらちょっと確認しに来るんじゃないの？それでお前を捕らえるカメラはゼロになった。休憩室に突入しディーラーを一人、気絶させろ。お前なら数秒で終わるだろう。数分後にスラックに向かわせる、合流してくれ。なるほど。スラックを呼んでどうすんだ。まあいいか。そういうことならさっさと中のディーラーをボコって待機だな。オッケー、ボコって待機しよう。ここ。うわ、なんだお前は。3発入れたね今。なるほど、このディーラーか。スラックをここに合流させる意味が分かったぜ。恥ずかしい思いをするのは私だけじゃないってことだな。スラック、聞こえるか？次はお前の出番だ。僕もなんかしなくちゃいけないんだ。先ほど東都が、無事休憩室を制圧した。予定通り次はディーラーを監視し、服と身分証を奪う。そしてディーラーに変装しイカ様を仕組む。というわけで今からお前も休憩室に向かってくれ。東都と同じメインホール右端の従業員出入り口だ。やれやれ、面倒だな。それにしてもディーラーに変装してイカ様を仕組むなんて大仕事、誰が担当するんだろう。やっぱりパイソンあたりがやるのかな。まあいいや、言われた通りメインホール右端の従業員出入り口から休憩室に行こう。さあこれで進んでいくんかな。進みます。従業員出入り口ここね。これも監視カメラで見られてない。大丈夫なんかな。ここだよね。いや、お疲れ。どうぞ。ちゃんと無害でか弱い少女のふりできた。うるせえよ、お前には関係ねえ。ぷぷ、僕も見たかったな。そうやって余裕こいてられるのも今のうちだぞ。スラック、そのディーラーをよく見てみろ。ん？てん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 。まさかこれは。そう、体格も髪型もお前とよく似てる。つまりこのディーラーのふりをしてフロアに出るのはお前なんだよ、スラック。無理だって。僕がカジノのディーラーなんてできるキャラに見えるの？うっせえ、今日引けんはねえよ。私はやることやったんだからお前もやれ。うわー、なるほど、似てるんだ。交代の時間だ。 A 代ルーレット頼んだぞ。てんてんてん、なんだお前、なんで口元隠してんだ。いや、ちょっと稼ぎ気味でさ、お客様の前で咳とかくしゃみとかまずいだろ。なんか声別人みたいな
のも風のせいか。まあいいんじゃねえの。おう、それじゃ行ってくる。おお、おっと失礼ディーラーさん、ぶつかってしまった。いえ、大丈夫ですよ。パイソンとスラックの接触を確認した。スラック、パイソンからイカ様道具は受け取ったかな。手をアホに当てればいいんだっけ。よし、その磁石と磁石ボールを使えば好きな番号にボールを落とすことができる。何それ、すごっ。ルーレットにおいて番号を一つだけ指定してかけると、ストレートアップの配当は36倍、2万8000チップ全てをかければ一気に100万と8000チップの価値となる。すげえ。それだけあればVIPルームでも全然勝負できるよね。いいか、ノエルたちのいずれかがお前の台に来たら最初の1回だけイカサマしろ。何度もイカサマすれば怪しまれるし、何度もする必要はない。イカサマする際はそうだな、20番が必ず当たるという設定でどうだ。スラックが最初の1回で必ず20番にボールを落とす、ノエルたちは最初の1回で20番に2万8000チップをかける。これでめったくチップ稼ぎは完了。では健闘を祈る。なるほど。それまで普通の客を相手にしろってことだよね。みんな早く来て。じゃあ準備が整ったから 2万8000チップを持っていく。だからこっちだよね。ちょどいてどいて、邪魔邪魔邪魔。この音楽かっこいいよな、ほんと。どうぞチップをかけてください。あなたは今日の20人目のお客様ですよ。なるほど。これで20番に28,350いきます。ドーン。やばっ。102万600。終わろうか。よし、無事に100万チップが集まったようだな。これでこのカジノと勝負する準備は完了だ。さてこれから我々がVIPルームに向かうわけだが、ノエル、その前にメインホール左端の従業員出入り口に来い。お前に話がある。何？話って何？左奥ね、左奥に行きます。こっちかな。はい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 、相変わらずカップヌードル食べとるんやろ。来たか。何ですの話というのは。うむ、これからお前たちにはVIPルームに向かってもらうわけだが、中で勝負するのは一人だけだ。誰か一人が100万チップを背負って戦うことになる。まあそうですわね、集団で言ってもゲームをするのは結局一人ですもの。そこで私はその一人というのをお前にしようかと思うのだがどうだ。え、私が。これまでの勝負を観察してきたところ、チップの使い方に一番度胸があったのはお前だ。ん、スロットしてただけだけどね。一点勝負ができる無鉄砲な性格に加え、もともと一番大金に慣れていた身分であろうお前、極度の緊張が伴う大金のギャンブルに一番適していると感じる。なるほど。てん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 。もちろんそれ以外のメンバーは全員私と共にバックヤードからイカサマ支援に徹することになるだろう。サポートは万全の体制で行うつもりだが、敵地の一番奥で一人で緊張にさらされることになる。VIPルームを守るという支配人ラッセルというラッセルと直接つながっている可能性は高い。万が一何かあった時駆けつけることはできないだろう。もちろん、武器を持ち込むこともできない。大丈夫ですわ、今更危険を恐れたりしませんわ。あなたから見て私が最適だと感じたなら私が拒否する理由はありませんわ。そうか。フゴ、パイソン、トート、スラック、今の話は聞こえていたな。ノエルをVIPルームに送り込んで100万チップを託す。異論、代案があるものはアクションしろ。満場一致だな。ではお前にミスティ攻略の最前線を任せるとしよう。その代わりサポートは頼みますよ。
私別に凄腕ギャンブラーでも何でもないですの。安心しろ、監視カメラは全て私の目に等しい。どんなゲームで勝負することになろうと、ゲームの性質とディーラーを分析して教えてやる。お前に小手先のテクニックを要求することはないさ。ではどうする、今すぐにビップルーム向かおうか。わかった、だが一つ確認しておくと、もしこれよりさらに多額のチップを稼いでしまったとしても150万チップ以上は持ち歩くな。そこが上限だ。あまり多くのチップを一晩で稼げばそれはそれで不自然。ビップルームに行く前にカジノから目をつけられる行為は避けたい。いいな、遊びもほどほどにビップルームに向かえよ。健闘を祈る。ビップルームどこあるん？ここビップルームだ。フロアとは比べ物にならない金額が多く場所。全員で稼いだこのチップで私がバローズ市長の自由を奪ってやりますわ。ノエルがビップルームに向かった。ここからお前たちは全員ノエルのサポートが仕事だ。場合によってはルーレットの時のようにバックヤードから攻める必要もあるかもしれん。え100万チップのギャンブルか。あいつ度胸だけは底抜けで一人前だな。だがまあそれぐらいぶっ飛んでねえとカジノ一つ潰すことなんてできねえかもな。イカサマを仕込む前提とはいえこれは相手の土俵の上での勝負だ。私たちの働きにノエル城の命運がかかっている。ここまで面倒なことしてようやくこっからが本番かや。ゴールデンスパイクドラゴン一つじゃどうにもならないのがもどかしいぜ。それいらんかったよ、ゴールデンスパイクドラゴン。中二秒100万チップか。換金すれば数年合流できちゃう金額だね。僕だったらそれをさらにかけるなんてとてもじゃないけどできないな。ここからは警備も監視も状況も、フロアのそれとは段違いになるはずだ。やることも増えるだろう。気を引き締めていくぞ。気を引き締めます。ん？停電？は？何？停電？なんで停電？誰？あ！はい、ノエルちゃん、一命地獄の底へご案内。クソカマ！バカだ、ジオラとどういうことだ。カジノ相手に裏を書いてイカサマしてミッションごっこするのは楽しかった。マックヤードで悪魔と犯罪者がうろちょろしてるなんてとっくに気づいてたわ。あえて泳がせてたのよ、ラセルちゃんの懐そう簡単に攻略できると思ったの。クソ、うまくやってたはずなのに一体どこで。まさか泳がされていたなんて。人数が増えて強気になっちゃった。まさかそっちから武器を捨ててこっちのホームに遊びに来てくれるなんて。ま、こっちもわざわざ小細工する必要がなくて助かるわ。ありがとう。すでにミスティの司法は警察で完全包囲させてもらったわ。もはや逃げ場はないと思いなさい。私たちを泳がしつつしかも足元を固めていたというわけだ。あ、それとバックヤードとフロアは各駅で完全に、分断させてもらったから。だってそうよね、カロンちゃんとフーゴちゃんに合流されたら面倒だものね。しっかり確実に一人ずつ潰すのが私流よ。怖っ、めっちゃ怖じいの。ビップルームに行ったノエルはどうなった。ノエルちゃん言ったでしょ、地獄の底にご案内。うわ、何が起きんだ。今頃きっとミスティ最強のギャンブラーと命を懸けた勝負でもしてるんじゃないかしら。本当はノエルちゃんが孤立している間に一発引き金を引いてさえすればそれで終わるのに。マダムはそういうの嫌いだからね。まあスリル満点のデスゲーム楽しんでくれると嬉しいわ。クソ、カロン、てめえだけでもノエルと合流できないのか。こちらは各駅はどうにかすることもできそうだが、ビップルームを覆う各駅は頑丈すぎる。これはまるで隠しシェルターだ。ノエルの様子はカメラでチェックできるのか。できるにはできる。だがビックリマーク。何？
しゃべりの私と戦おうなんていい度胸じゃない。いやそんなカジノの真ん中でそんな戦い繰り広げたらダメだと思うけど。魔人一人にザコ三人、私とミスティ屈指の用心棒でミンチにしちゃうわよ。まずいな、こちらは今武器を持っていない、圧倒的に不利だぞ。それって僕たちだいぶまずくない？そんなこと分かってる。この場のものでどうにかするしかねえだろ。カロン、てめえはてめえが何とかしろ。あ、ノエルか。カロン、ノエルはてめえが何とかしろ。俺たちは俺たちでクソカマと用心棒をどうにかする。分かった。何？